よくストリーマーで生き残れた。まあ考えながらやってるからこんな感じでも一応なんなんやろうな。今何をすんのが最善かは考えながらやってるからな。昔から分かっててもできるできないは歩くない行動をってこと。まあそれはもう単純に向いてないよ。なんか俺らってさ、職業、俺らってセルフマネジメントやからさ、自分で自分のことをさ、マネジメントできないと結局、生き残られへんねんな。これはやめるべきやな。これはやろう、みたいな。これはキャラ的にもやるべきやけど、いやでもこっちをこのまま続けててもしゃあないな、みたいな。損切りとかもさ。まあ残ってる人たちは感覚でやってるってより、考えながらやってると思うで。やっぱり。なんかそこら辺やっぱ考えれない人とか、さ、まあ、ただがむしゃらにだけやってる人とかは、結構死んでいく気がするけどな。いや、うんこちゃんも考えてやってると思うで。そのなんか、まあ、自分の好きなゲームを思、なんか、全力で配信するっていうのはさ、もうあの人しか、あの人が常日頃からやってることやと思うけど。絶対考えながらやってる。この企画盛り上がるとか。じゃないとあんなんできないよ。結構考えながらやってるタイプやと思うで。なオニアは考えながらやってたんやと思うで。昔とか全然関わってる人違うもんな、オニア。今はわからん。考えながらやってんのかどうかは。まあ、軌道に乗り出してや、何も考えなくなったかもしれないし。まあ、なんだかんだ考えてんじゃね？これ盛り上がるな、みたいなとか。バカみたいについてくるやつ、絶対ゴースティングやろ、こいつ。絶対そうやで、これ。まあ、いろんなね、人がね、見てます。昔より G 少ないな。そうやな、確かに昔めっちゃおったもんな。でももう、あれのせいで、フォートナイトを配信する人はいなくなってしまったからな。みんなあれのせいでやめてよ。敵いんねんけど、普通に。マジでやめてほしい。もう、いるもん。待って、二人いんねんけど。え？もう、なんかおるって。違う、こいつじゃないんよな。マジでやばい。おー、すごいな、お前。エピックに通報して、お前のアカウントは永久にバンしてやる。てか、普通にさ、何がやばいってさ、もう一人おんねんな。マジでやばいぞ、お前ら。言っとくけど。マジでやばくない？おー！死ね、クソカスが。ちょ、マジでやめろ。すべての行為が懐かしいけどさ、あかんでも、これやったら。しかも、こいつらスキンがさ、昔のやつのスキンなのな、さっきから。あの頃のやつらやろ、絶対。おい、マジか。いや、あの上のやつがいるな。え、待て、目の前にもいる。ここ入ってるかな？ほんまにやめてくれ。は無理か。あ、目の前に持ったんか。割れた。
死んだか？いや、死んでないな。おるわ、あそこに。いや、でもね、あれね、結構辛いはず。いや、こっち側からも圧かけないとな。あ、出てきた。いや、向こう行くきゃ。待って、あと。トップ3。多分こいつと、あの上のやつや。グラップラーでアイテム取れんの？おい、無理やんけ、お前。結構ふざけたこと言ってくれたな。だいぶやったな。え、もう最悪すぎ。だいぶやってるぞ、お前。これやねん。まずい、俺これやばくね。やべえ、あいつ！やべえの持ってる。ないけど勝てた！しゃあ！いやー、あれもう絶対限界やからヘッショ狙おうと思って、もう落ち着いてヘッショ狙ってワンパン。マジ気持ちいい。あのワンパンなけりゃ死んでた。危ねえ、マジで。仕上がったわ。